はい、アルピサボウッチーです。今日の最強の敵はガンマ大阪。絶対に負けられない戦いがそこにはある。勝つぞ。これ言わなきゃですね、現地もダゾーンも気持ちは一つ。愛してる新潟。今日もここよ、ここに
い、アルビサポイッチでーす。めっちゃ雨ですね。まあ気持ちもがっつりの雨、そんな風な、なかなかの自滅っぷりの試合内容だったんじゃないでしょうか。はい、アルビレックスのホームで、ガンバが3得点をして、はい、うちは1得点で、まあ、負けたという試合でしたね。まあ今日の最強の敵のガンバをビッグサンに迎えたっていうのですけれども、はい、まあしっかりとアルビ対策をしてきた感じなんだろうかね。来てたね。ガンバのサッカーは、まあ狙い通りなんじゃないの、ああいうので。ガンバのサッカーはまあボールを保持するようなサッカーだけど、まあそれを完全に捨てるっていう部分の、内容でいきましたね。勝つための手段。そうだね。うん、でもまあそれ大事だよね。自分たちのサッカーを捨てて、まあ積み上げるっていう部分とかで勢いをまず一回勝とうっていうのなんだろうね。ゲップしだからね今ね。ゲップしだからね。まあ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 。うん、まあね。まあ今日最強の敵を迎えて、まあこの試合で良かったのかっていう。のだね、本当に、やっぱ自分たちのミスでものすごく何回も何回も危険なシーンを招いていた。で、こういうシーンって開幕当初はなかった、少なかったんじゃないのかなって。開幕当初はどちらかというとフィジカルで負けるっていう部分とか、球際で完全に負けるっていうのが多かったけど、今はまあ今日も球際で勝てたかはちょっとまああれだけど、まあ、勝ててはなかったかな。まあそういうのなんだけど、ただこういう風なものすごく危ないところでのパスミス、まあ、パスが弱い、パスが全然合わない、なんなら相手に合うっていう風なものが多かったなっていう部分ので、やっぱり最強の敵に対してそういう風に自分たちから崩れてしまっては、やっぱりこれからの最強の敵にはやっぱり勝てなくなるんじゃないかなっていう。そうだね、プレスが強く来ただけで、そうだね、なんかリズムが崩れて、それをやっぱりかわすっていう部分とか、その一回味方に預けてそれで相手を剥がす、まあボールを前向きで受けるようにするためにはどういう風に動くのかとか、なんかね、学んだかなっていうのだね。ほとんど大阪、そうね、ガンバがすごかったね。あとまあちょっとセルフジャッジとかもあったんじゃないのかなって思うけどね。なんかそういうのもやっぱり、まあ、良くないよねっていうのは、やっぱり結構 J1 で何回もセルフジャッジして、それでやっぱり切り替えが遅くなるっていうのはあるから、セルフジャッジやめようっていうのはやっぱりこう、まあ、こう今節もやっぱりちょっと思ったかなっていうのでした。はい、まあ本当、いやー悔しい。で、俺は結構嫌いなんですけど、なんか爆弾処理班みたいなこととか、なんか連敗中の相手にアルビーはそいつらには勝たせ、そいつらになんかブーストかけるみたいなことを言うのが実はめちゃくちゃ嫌いです。はい、すっごい嫌い。なんかもう単純に最強の相手っていう風にずっと去年から言い続けてたんだから、その連敗1だからどうとかも、まあもちろん、いや気持ちはあるよ、でもそれを言葉にしたくないなっていう部分がね、なんとかね、まあ、綺麗事言って生きていきたい。まあね、いやー悔しい、いやー悔しい。ちょっと最初の1点目、最初の1点目なんかもったいないってか、なんなんだあれ、なあれくるりんぱくるーん、ちばちゃんもファールだよって言ってたけど、まあ、ファールは取られない、ね、それであっさりとゴール、2分でホール。結構そういうの ねファール取るのかと思ったら、今日の審判は割と取らないね。でこれイエローじゃないのかと思ったら、イエローすら出さないっていうので、まあ、ちょっとなんか、なんかまあストレスがすごくたまる感じはやっぱりすごくあったね。
相手が滑っただけなのにネスカのファール取ったりとかね、あのこっちの目の前だった時めっちゃ滑ってるじゃんと思ったけど、逆にあれとかあの副審の人目の前なんだから分かるんじゃないのかと思うんだけど、あれ足だったのかな、まあうちらの方が副審よりも遠いからさ、もしかしたら足だったのかもしんないけど、まああそこまで簡単に倒れるか、まあ足引っかかってたんだ倒れるのかな、まあいいね、まあいっか、こういう批判言うとね、やっぱり正義感の強い方にまたなんかいろいろ怒られるかもしれないから、でもまあどうだかな、まあちょっとあんまりゴールまでも行けなかったしね。そうなんだよね、やっぱりなんだかな、自信が足りないのかな、もっともっとやっぱり行こう、そう行こう、ゴールを貪欲にそう行かないと、あれだけプレスでハイプレスでね、前半ゴリゴリ来てて、まあ、後半そんなでもなかったよね。うん、やっぱりさすがに持たなかったんじゃない。うん、だからこそ後半で切り替えてね。まあ、出だしは良かったけど、このね、あこっちの後半か。こっちのね、そうだね。まあ、選手も変えて、変えたりとかして、そう、けどね、まあ。いや最後までいけず、そうだね、あとあの3点目はコミュニケーション不足なんじゃないの、ちゃんと声出してた、うちらはそのサッカーでの1点ってすげえでかいから、あんなあれは完全なるミスだから、やっぱちゃんとコミュニケーション出さない、コミュニケーション声出さないとダメだよ、コジあれコジだよ、コジはしっかり声出してた、あれ来てたとか、なんかもっとクリアとかなんか出てたのかな、そうそう後ろとかね、なんかあれはもったいなかったとすげえ思うよ、コジ、ミトちゃんは見えてなかった、見えてなかったと思うけど、まあミトちゃんがスーンって、まあ、声出したところでも間に合わなかったかもしんない、間に合わなかったかな、まあいっか、またこれで批判ってなっちゃうからね、今すごい批判しちゃいけないっていう風な雰囲気がすごいあるから、批判まあ難しいね、なんかこういう風にまた動画にするのもすげえ難しくなったな、なんかあのあれいうのがあるとなんかどこまでが批判なんだみたいな風にもなっちゃうからさ、誹謗中傷だみたいなのとさ、いやーまあ難しい、いやー畜生、悔しい、マジで悔しいね、すげえ悔しい、すげえ悔しい、ほんと、でもまあ本当にね、やることは一つ、しっかりと応援していくっていう部分、入らなくても本当に惜しいシュートはね、後半いろいろあったんだけどね、あったんだよ、そうなんだよ、でもそれでも、まあ、リキさんも言うように諦めずに、一回ダメならまたチャレンジして、もう一回チャレンジして、もう一回っていう、そう、その繰り返しだよね、そうだね、まあそうです、はい、なんでまあどんどん切り替えてやっていきましょうね、そうだ、はい、そう、あの相手が何位だとかなんかよりも次やる相手がどう、もうやるしかない、でも実際じゃあうちらはそのずっと調子が上がってないチームには勝てないんだからってことはもう考えたらうちが一番もう J1 の中では今は力がないっていうのだよ、それを認めた上でじゃあどういう風にしてそれを相手を覆していくのかっていう部分で、そうで、その中で俺らができることっていうのはもう応援する、声を出す、鼓舞する、選手が自信を持ってプレーできるように後押しをするっていうことのみ、まあそれしか分かんないし、選手に個人的に DM 送るんじゃなくて、やっていこう、やっていきましょう、そんな感じでいいですか先生、はい、はい、以上です、ありがとうございます、では皆さん今更ですがチャンネル登録よろしくお願いします、なんと1000人を迎えるとアルビに寄付が始まるそうですよ、よーすごいですね、そんな人いるんですか収入全部寄付にするそんな人いるんですか先生、あ私そう私なんです、もしも収入か収益化か始まりましたらなんとアルビにチャリンですよ、まあどういう風に渡すかはちょっと広告したい
とりあえず一回ノズさんに手渡しをやってみたいと思っているので、はい、でもみんながチャンネル登録を押して、うん、いっぱい見る、うん、いいの、大人が消してもういいの暇な時にテレビを見てる時とかね、もうそれでそう回転させればいいの、たまに見てみたみたいな、もうそれでね、チャンネル登録増やしてねもう広告をねいっぱい見てくれればいいの、そうしたらねアルビンすごいつ入る、そういう風なメカニズム楽しいね、すごいメカニズムで分かりやすいメカニズム、そうだよ、すごいよね、なんでぜひぜひよろしくお願いいたしますという感じでいいですか、はい、じゃあ皆さん今日も負けましたけど次も切り替えてやっていきましょう、うん、はい、ミカさん一回バンを言って、拍手バン、はいはい、そう、あ、一回、OK、あ、何一回でしょうよ、バンって、何バンって、これで空気変わるでしょ、拍手って、はい、バン、はい、空気変わりましたね、ありがとうございますじゃあ皆さんお疲れ様でした、バイバーイ、バイバーイ